ご覧いただきありがとうございます。賃貸のまさきです。本日は奈良市法蓮町にございますレオパレス物件にお邪魔しております。こちらですね、家具家電付きということで、初期費用がねぐっと抑えられる、内装となっております。でですね、早速こちら室内の方をご紹介させていただきます。こちらですね、もう一人さんでご入居でしたらね、もうすぐにでもご入居していただけるような内装となっております。こちらですね、テーブル、車椅子、またですね、こちらテレビの方もね、このように備え付けとなっております。またエアコン照明器具もね、あらかじめついております。で、収納スペースがこちらとなっておりまして、反対側もね、同じようなクローゼット収納となります。またですね、こちらお布団を持っていただきますと、ベッドとしてご利用していただけまして、ベッド下のスペースですね、このように収納として、ご利用いただけます。また、セコムのホームセキュリティの方もですね、しっかりついてますので、まあ、何かあった時はね、すぐに駆けつけてくれるサービスとなっております。また、モニター付きのインターホンもついておりますので、訪問者のね、顔をバッチリ確認していただけますね。またこちら、廊下部分にキッチン周りがございます。2ドアタイプの冷蔵庫と電子レンジ、また上の方にね、棚の方もついております。またキッチンは、2口の IH コンロが、備え付けとなっておりますね。非常に綺麗なキッチンですね。で、一番奥が、玄関スペースとなっております。で、これね、洗濯機ですねの方も備え付けていただいております。で、向かい側ですね、洋式のウォシュレット付きのお手洗いとお風呂場となっておりますね。お風呂もね、肩までゆったりと浸かれそうですし、上の方には浴室乾燥もしっかりと完備されております。本当にね、設備充実で、静かな環境の、物件となっております。詳しい情報につきましては、賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。